今日は関東の山沿いなどで、3月としては記録的な大雪となっています。上空の強い寒気の影響で、北陸など日本海側では季節外れの雪が降り、山沿いでは大雪となっています。12時間で降った雪の量は群馬県の草津で40センチ、岐阜県の高山で22センチと、いずれも3月の観測史上1位を記録しました。 多いところでは積雪が昨日から40センチ以上増えていて、草津では3月下旬として7年ぶりに90センチを超えています。雪は今夜にかけて降りやすく、積雪はさらに増える見込みです。なだれや屋根からの落雪に十分な注意が必要です。